どうも、体育カトッキボーイズネットワークへようこそ。今日はマリカをカメラ映せないんで、顔の表情でどんな試合ですかを呼んでください。キャラクターはもちろんマリオで、すいませんね、カートはで、グランプリはまだ行ったことがない砂漠柄カップ、試合は4試合やって、4レース会場やって1位を決めるんですよ。マリカはアイテムを投げて相手と戦うっていうのがすごい。砂漠エジプトにいます。今おい、スタートダッシュ完了。おい、いいよ。いきなり、あ、やばい。アイテムが取れなかった。くそ。これね、アイテム取れないとね、気合が有利に、不利になるんだよ。2個とこ痛い。よし。でね、この使い方はこれなんですよ。終わりなんかには全くない。よし、1位になりました。すいません、顔が近くて。1位になりました。あ、クッパ強いです。マリオ&クッパの対決となっております。1位、2位の交戦は。2位になっちゃいました。2位で、よし、クッパに、決戦を崩せるか。バナナを、おい。これは、交戦状態。いや、香水状態です。レースはマリオが1位なのか、クッパが1位なのか、人知れずです。相手も2個にピンチを取って、どこに行くか。おっと、すごい。4位になって、5位。5位からまた4位に上がってくれるか。4位。4位で、前の2人で3位、2位。1位を目指せ、頑張れ、加藤、よし、1位だか。なんと、家族兄弟対決、家族対決が繰り広げられてますって。2位だ。まあ、2位でもいい功績を残せたっていうのがすごいですね。あ、長いんでやめます。2位でした。